お母ちゃん帰れない。ちょっと待って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 本当にダメ。私苦手いただきました。絶対負けない。七瀬静香の四つ葉や。悔しい。トミーさんお願い、もう一回。地味変や、地味変や。もうやめとけ、怒られるで。ほんまにもうそういうの。これはあの共通オグドムソ3の、まあ、薬物の一部なんですけど、まあ、実際これ実はギターを意識してるんじゃなくてあれらしいです。こうラオウの腕、こう皆さんご存知ですか。こうおお、こんな感じです。一辺の悔いなしみたいなね、焦点するところを意識してるみたいなんですよね。まあ、こんな薬物ってことでちょっと、はい、ここじゃないですよっていう、まあ、今回のそれであなたが焦点することになりますけどね。そうですね、はい、天に帰ってください。そういうということで、はい、まあ、簡単に天に変えるわけにはいきませんので、はい、まあ、今日はこの北斗無双3を打つにあたってですね、また強力なアイドル、おヒロインご用意いたしました。ご紹介しましょう。七瀬静香さん。どうも皆さんこんにちは。ジャンボリゾート TV の七瀬静香です。よいしょ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 って、古い古い古い、なんかじゃあちょっと変わってもらっていい。何させんねん。はい、じゃあ今日はあの七瀬静香。ちょっと待って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 、本当にダメ。見ちゃった。私なんてことを言うの。変な声、怖い。帰っていいですか。もうちょっとだけ、もうちょっとだけ、もうちょっとだけ、早いの、早いの。怖いよ。はい、じゃあ今日もね、こういう感じでエンジンかかるの早いわ。ちょっと怖い怖い。ちょっと待って、怖い。そういうことで、はい、今日もちょっと楽しくですね、はい、北斗無双3 の、はい、あの楽しさをですね、我々で伝えていければと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと待って、とんでもないの入れるじゃん。もうこの役物見てくださいよ。これすごいですね。すごいですね。さっきこれギターのように弾いていましたけど、実はこういう形で、全然弾けてはなかったけど、まあ、まあ、まさにこのラオウの拳をイメージするそんな感じですよね、うん、でこの見てください、これエイリアン。すごい、この子エイリアン。クレイジーギアって言うんですよ、この子。かわいい。反応してる。本当ですね。こう、まあ、どういうんですかの、あ、デモ状態ですと、まあ、こういう風に動くみたいですね。ほら、こんにちは。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いしますって言ってますよ。今日もやべえな。やべえ。やっぱやべえな。おお、じゃあもしかしたら最も攻撃力高い人。高いかもしれないですね。今日はあのサミーさんのショールームにお邪魔してますので、はいはいはい、ちょっと今日はあの早く当たる状態でのいわゆる見本機の状態でやらさせていただきますので、はい、トミー今日はまあそういう仕様ですから、どうしましょう、勝ち負けは。そうですね、大当たり当たりますと継続率自体は 90% ということで、はい、ガチですからね。そこはガチなんで、ガチなんで、やっぱここは出玉対決という形でやらせていただきたいなと思います。大丈夫ですか。あ、お願いします、はい、大当たり確率の方が約319分の1、一種二種混合機となっております。で、震源とラッシュ突入率なんですけども、ラッシュ直撃含め約 57% となっております。で、大切なのはここからで、先ほどもトミーさんが言ってたように、ラッシュ継続率、こちらの方がですね、北斗シリーズ史上最高のなんと 90% という風になっているということで、そこら辺がね、どこまで魅力を引き出せれるかっていうのが今回の勝負ですもんね。そうですね、うん、まあ、初当たりはどうしてもこの演出基盤なんで早いですけど、そうですね、今回は引きに関してはガチですから。そうです、そうです、当たってからが勝負です。私は待って、金を
ル。あ、本当や。キーホルダー来ました。で、しかもショックも赤なんで、通常白なんで、チャンスアップですね。もしてとりあえず投機レベルが100になるのを待たないといけないですね。 X 秒も今作もあります。さあ、これで100になったというところで覚醒でございます。うわ、すごい、おーい、すごい役物。世紀末決戦、もしくはユリアエピソードに発展という感じで、これは世紀末決戦の方ですね。ド派手もド派手、めちゃくちゃ震えてる。さあ、早速当たりました。おっすい、ねえ、ごっついわ。ド派手もド派手。じゃあここであれですよね。まあ、これはね、初当たりはね。初当たりで、はい、5回転を 6.1 分の1を引くってやつですよね。これを消化したところからスタートですよね。まあ言うならば。そうですね。はいはい、勝負は。はい。これけどやっぱり当たりが早いんで、もう決めとかんとかんですね。勝ったらどうする、負けたらどうするいう。ああ。何しましょう。おっぱい好きなんですよね、トミーさんね。あの事前に今までの身体消化動画を見させていただいたんですけど。はい。下りがあるので、で大きければ大きいほどいいんですよね。そういう情報だけはキャッチしている状態なんですけども。ありがとうございます。そうなんですよ。あの、はい、それは否定はしないです。否定はしまい、しまい。否定はしない。ここで今チャージが終わる。それは理解する。それ男性ですからね。はい、でも良かったです。おっぱい嫌いって言われたのも本当に何も出すことかなかった。あ、ちなみに何カップなんですか。私はね、でも折り返せないんですよ、指が折り返せないんで、あのプリンさんは折り返しがじゃないですか。私ここまでなんで、いいカップなんですよ。もう普通に答えましたね、七瀬静香。カップ数を序盤に抵抗ない。いや、いいって。これサクッと終わるパターンなのね。めちゃめちゃええやん。うん、めちゃめちゃええやん。いいやつだ。どこのおっさんやん。普通のおっさんやん。いるいる。よくおるわ、隣のおっちゃん。ええやつ。気さくな隣のおじさん。はい。あー、来ました。いい音鳴りましたね。私は、あ、星いたんで、オーケー。おめでとうございます。流れ星あったんでね。さあ、こっからスタートですよ。はい。はい。ひと塊出玉勝負。さあ、こっからです。七瀬さんも別にトミーにしてもらいたいことあったら何でも言うといた方がいい。何でもいいんですか。はい、何でもできますから。何でもでき
はい、何でもできます何でも屋さんなんですね。いいよ、狙い。僕はやっぱね、やっぱダッチューのしてもらいたいですね。ダッチューの時代を感じるけど、知ってる人いますかね、ダッチューの。いや、まだ大丈夫です、それはね。まだ大丈夫、はい、いいですよ、じゃあダッチューの。よし、ダッチューのもらいますわ。どんだけ青春時代パイレーツに思い入れがあるの。いや、ほんまに。ラウンドの振り分けが、右打ち中は10ラウンド、もし7ラウンド、4ラウンドってあるんですけど、一番最高ラウンドのこれ10ラウンドですね。行きつからはいきなり、うん、ゲットしました。だからこれで、まあ、約1200個って言われてるんで、ちょっと差をつけれましたね。そう、振り分けは 25%、25%、50% ってなってるんで、はい、七瀬さん、北斗の剣のキャラクター誰が好きなの。ちょっとオレオレな感じの人が好きなんで、私。そうです。当たりました。じゃあプライベートもちょっとオラオラな系の人がいい。あ、そうですね。多分人生苦労するタイプなんです。オラオラ系。そうなんですよ。でもやっぱね、惹かれるんですよね。頼りになるというか。あ、なるほど。うん、どっちタイプなんですか。僕、紐タイプですね。紐タイプ、うん、もう天の声なんか典型的にオラオラ系なんで。そうなんですよね、僕とは まだ真逆のタイプですね。え、じゃあ S ってことでいいんですか。天の声さんは S じゃないですか、絶対に。まあ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 、まあ、いや、意外とね、え、そういう部分だけはね、わかんないですよ。そういう部分、うん、そういう部分って何やろちょっと含みがちょっといろいろあるやつですよ、それ。いいのかな、大丈夫、こんなの入って。まあ、全然大丈夫ですけど。まあ、そういうところとシチュエーションにあると意外と。あ、そうなんです、ね、子猫ちゃんやったり。にゃんにゃんって、はい、にゃん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 、かわいい。ちょっと見たくないけど。にゃんにゃんいただきましたずるいな、なんなん。いや、もうにゃんにゃんずるいわ。かなり至近距離でにゃんにゃんいただいてますから、私がにゃんにゃんじゃないですよ。七瀬さんけどニャンニャンな方でしょ。いやいや、私はそんなことないです。私お尻叩いてガツガツ行くタイプですよ。おお。お尻叩いての部分だけあなた反応したでしょ例えです、例え。もうすごい僕リアルに今想像してます。そうでしょ、具体的な方見たでしょ今。お尻叩いてガツガツ行きたい派ですね。それを超えてくるような人がいいですね。なるほど、はい。いや、でもちょっとこれスピード感やばいっすね、やっぱ。やばいですね。確かにむちゃくちゃ速いな。あ、むっちゃ速い、うん、これはマジガチですよね。うん、ガチです。ここガチですよ。90%はこれがでも実際の出玉感だったとしたらちょっとやばいっすね。まあ多分あの確か後半パート、要は回転数が少なくなると多分ゆっくり。おお、すごい。おお。これ無双ゲットっていうことはもうすぐ上がるってことですね。今もう私3000個超えてますよ。あ、すごいですね、うん、え、しかも振り分けも結構。ちょっと私多分あの話が盛り上がりすぎて、うん、手離す癖あるんで。あ、わかりました。若干それで玉数が少ないかもしれないです何嘘言うてんの。チェックしておきますね、じゃあ。はい、もうちゃんとあの額面の数字で判断しますからね、額面の数字。はいはいはい。じゃあ七瀬さんが負けたらダッチューのでいいんですね。いやー、これ多分ねファンの方もそれを望んでることでしょうよ。ダッチューの、分かりました。え、トミーさんが負けたら何してくれるんですか。一発ギャグとか。ああ、いいですよ、一発ギャグ。いい、はい、あ、じゃあ北斗にかけた一発ギャグ。ああ、なるほど。あ、じゃあそれでオッケーオッケー。七瀬さん、一発ギャグなんか普通の話と一緒です。あ、そうなんですか。この人にとっての何の罰ゲームでもないです。まあまあ、それでいいです。いいですか。はい、絶対負けられへんで、これは。まあでもじゃんじゃん続いてんな、これ。いや、めっちゃ速いです、うん、待って、なんかそんなこと言ったらちょっと危なくなってきた、私。お、やばい、終わる、終わる、お、終わる、終わる。悪い、いる子いる、小学生の時いた。でターボが終わって当てれなかったんで、ちょっとあれですね、あのスピード感がゆっくり進む感じの。ターボの方に戻ることは、あ、当たった。先
に告知してくれました。よかった。90分終わらせないんですよ。いやさすがっすね。よかった。危ない、汗かいた。バッチューのがどうなる。大暴れしてる。世話をかけるな、世話を。何年パチンコ店やっとんの。隣で弾ガンガンこぼしてるんですけど。壊した、ショールームで。オッケーオッケーオッケー、はい、はい、すいません。行きました、行きました。よし、よし。よかった。なんかめっちゃずれんな。パニック。まあまあまあ。楽しいですね。ここはもう私告知が出てるんで大丈夫です。これ本当にね、皆さんにはお伝えできなくて残念ですけど、すごいいい匂いする。うん、するね。なんやろ。アロマ。アロマ。まああなたにとってはアロマですよ、ね。おおすごい。なんかこうわーってこうちょっと気持ちいい。あかん。匂いで気持ちいい。放送しにくい。一応これで、前半パート終了。後半。バトルですか。はい。バトルに勝つ。残り5回転。負けろ。負けろ。おっしゃー。終わらせませんよ。続くな。続くっす。終わらせれない。90%だもん。あ、赤ゼリフです。マルコ。いやね、なかなかね、演出のバランスもいいっすね。おう、やっぱ見てて楽しい。これも確かにね、うん、楽しい。ちゃんと北斗ですよね。ちゃんと、そうそう、ええー、表現ですわ。ちゃんと北斗。慣れてるな。慣れてる。さあ、いただきました。この焼き物がまた気持ちいい。かなり進化してますね。マミヤもいいですよね。マミヤ。あれ？マニア、マニア。マミヤね。あ、マミヤね。マニアに好きいいよっていうことかと思って。ごめんなさい、ごめんなさい。もう今日は変態と変態の掛け合いになってる。変態と変態がこう掛け違いを起こしてる感じですよ。頭の中身がもう両方ともちょっと一番危ない回になっちゃうかもしれない、うん、さあやりました。 V でもこれ振り分けが、振り分けに勝てたら10ラウンドが 90% でループね。ちょっと出玉の方は今までの北斗無双に比べたら少なくなっているけれども、やっぱ 90% っていうところで、うん、25% の振り分け10ラウンド。いやだからその出玉を補うべくやっぱこのスピード感ですよね、うん、そうですそうです。そこがやっぱり、あ、今作ちょっと違うんだなっていうのは分かりますよね、うん、4000超えましたね。超えました。私もです。あ、なんかやだ今の。私もです。なんかちょっとかなり少ない今の言い方。ファンの皆さん絶対勝ちます。今日の調子あんまりどうかな、おっぱい大丈夫かな。やっぱ調子ってあるんですよ、おっぱいのコンディションも。いやちょっとえ、ないですか。体のコンディション悪いなとかあるじゃないですか。今日はあんま調子良くないかもしれない。例えばですか。やっぱ今日はあんまり揺れないなとか、あの肩の凝り具合とかであんま良くないなとかあるんですよ。これ本当に嘘じゃないですよ。今日ぼちぼちなんですよね。なるほど。そう、最高の、まあ、男性の言うところのポジションが悪いところ。ああ、なるほどね。そういうのはあるかもしれないですね。そういう意味ね。そうです、そう、はい、それはうまい表現かもしれない、はい、ない感じは。ああ、なるほどなるほど。ちょっとこのフェイスシールド、はいはい、これ今日してるんですけど、はいはいはい、こうハマりがごっつ悪いんで鼻に当たってますもんね、なんかね。なんだろうな、ちょっと変えてもらっていいですか。なんで、ちょっと引いちゃいました私後ろに。買った、変態勝負買ったよ。ついつい後ろに引いちゃった。やれてるやれてる、今日は やれてるで、負ける気しねえ。いろんな意味で負けられない戦いだぞ。七瀬さんもね、うん、僕ちょっとやっぱり変態の匂いがするんですよ。本当ですか。はい、なんか自分で自覚してる、ここフェチですっていうのありますか。初めてすごい、これエイリアンかわいい。それ当たるで、それ当たる、それかわいい、エイリアンかわいい。でも私ちょっと S 気がやっぱ強いね、意地悪したくなる部分があるんですよ。なんであんまり目とか見てくれないから、さっきからずっと見つめたりしてるんですけど、全然目見てくれない。さっきのフェイスガードの一件からちょっとだけ横へ寄ってるからね。距離が広がった。寄ったらスッて引き寄るから、うん、これがね、小悪魔のね、秘訣ですわ。いじめたくなるってどういう風にいじめたい。四つん這いとかにしたい。使えなかったらごめんなさい、本当に。これ
ジャンバリの人ごっつい目で見てます。これもね毎回聞くんですけど、はい、まあ、さっきオラオラ系の人が結構好きって言ってましたけど、はい、言いました。服装とかはどういう服装の方が好きなんですか。そうですか、普通にあの T シャツにデニムぐらいの感じがいいですかね。じゃあちょっと服に金かける気にする男っていうのはちょっと違うみたいな。あ、ちょっとそうですね。なんかそれって自分すごい大好きっていうのが見えちゃうと、ちょっとなんか聞いちゃうというか。明日から僕も T シャツで出社します。うん、そりゃそうなるわ。ってことは、いや私すごい服が好きで。あ、そうなんですね。例えばあの家族でじゃあなんか買い物行こうかとなった時に、はいはいはい、一番最後に出てくる僕なんで、服が決まらないんですよ。結構じゃあ時間かけて選んで、あ、靴、あ、いやジャケット、いやみたいな。あ、そうなんですね。そういうのどうすか。結構苦手かもしれない。苦手です。苦手いただきました。七瀬さん、プライベートでも打ちに行くんですか。あ、たまに行きますよ。プライベートで打つときはもうパチンコが圧倒的に多いですね。そうなんですよ、普段なかなか打つ機会がないので。誰と行くんですか。急に目がギョロってしたけど、トミーさん、みたいな。一人です、一人です。誰と行くんですか。意地悪だな、てんのこれ、本当に。一人ですよ、本当に。でも台湾は一人で行ってないんでしょ。え、台湾旅行は一人で行ってない。なんで知ってるの。どっからがもう怖い怖い。まあ、台湾旅行はね、ちょっとあの、そうですね、一人では行かなかったですね。それは男性と行ったんですか、女性と行ったんですか。まあ、あの、まあ、そうですね、あの、いや、それはもう、こんな方がね、誰もほっとくわけないですよ。あの、そうですね、異性と行きましたね。はい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 。その異性と2人で台湾旅行で行くのはどういうことなんですか。どういうこと聞いてくる。もうホルすごい掘ってきますね。だいたいそこら辺でもう、あ、そうなんですね、楽しかったですかぐらいでかなと思ったら、ホル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 。だからあの次のアポイントは決まらないんですよ、この動画。今本当に私結構冷や汗出てきてますからね。あのオープニング多分 P になってると思うんですけども、あんなこと言うことないもんな、他の番組とかでも。でもこの人あれですからね、パチンコやる、スロットやる、競艇やる、麻雀やる。すごいな。楽しい人生送ってます。独身32歳ですけど、よろしくお願いします。よいしょよいしょ。32歳で今いい人はいるんですか。いや、絶対おるですよ。探してるんですよ。ぼちぼちでしょう。紹介してください、誰か。最近マッチングアプリもね始めたりとかして、結構本当なんですよ。え、嘘でしょ。いや、本当なんですよ。いや、マッチングアプリなんかする必要ないでしょうよ。いや、やっぱいないんですよ、本当の本当に。よくこういうこと言ったらまたまたみたいなこと言われるんですけど、私そういうタイプじゃないんで。まあ今日でこの放送見た時点でマッチングアプリの登録者数バンバン増えるんですよ。めっちゃ増えてるな。どのバンバン、みんなマッチングアプリ登録してる。オラオラ系です。どれや、オラオラ系です。普段の服装は T シャツとデニムです。でビーチサンダルでしょ。ビーチサンダルね。冬でもビーチサンダルでしょ。冬でも B さんではないやろ。イメージがそうですね。次から七瀬さんが来店するところに B さんのやつめっちゃ増えたり。みんな同じ格好。みんなやたらマッチングアプリよ。みんな吉田栄作みたいな格好してる。白の T シャツにデニム。やっぱそのムキムキな方がいいとか。そうなんです、ムキムキがいいんですよ。トミームキムキやのにな。まあ一応。え、鍛えてらっしゃるってことですか。あ、一応まあ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 、そんな、まあ、あの、あの軽度なもんですけど。お家でされてるんです、それとも通われてるんですか。いや、家で、はい、やってます。そうなんですか、はい、特に自信があるところはどこなんですか。やっぱあの左の胸筋ですね。左なんですか。右とか左とかそこまでこだわりが。あれですよ、何ですか。人間って左と右で胸の大きさが違うんですよ。はい、あ、でもそうです、私も右の方が右の方が。ちょっとね、直視できない。右の方がって言われてもこうやって直視できないから。うん、あーすごい、1万もうすぐ5000。そうです、これやばいね、終わらんね、やっぱり。ちょっとね、私全然一発勝負でよかったね。
いやそうっす ねそれぐらいの破壊力負けへんで、これはすごいよ。1万5000はい来ました。トミーは私で1万3500オーバー、うん、そうですね。この10年待って終わりそうなんですけど今全然聞けなかった。お終わり終わり、悪いトミー出てきたこれでやばいラストバトル、終わり戦闘バトルだ。ダッチューのダッチューのやらない、やるよやるよほらお二人がほら、はい、ビッグボスにします。先制重視型にします。これ結構キャラ選べるんで、好きなキャラで私の好きなラオウって筋肉ムキムキ、よいしょやばい、トミーさんが来る、めっちゃ絵が綺麗、頼むよ、よし、さあ見せるか、どうですかね、嵐の前の静か、ちょっとやめて、ブログのタイトル負けそうだわ初めて褒められた可愛らしいやって。